さんおはようございます。おはようございます。今日も寒い中ありがとうございました。3回目なんですけど筆ペンに挑戦したいと思います。私も筆ペンじゃなくて筆の方には慣れてて、筆ペンは遊ばれちゃうので、皆さんのお名前筆ペンで書いてみたんですけど、ちょっと 笑っちゃいます。笑っちゃう感じなんですけど、今日は一緒に私も筆ペンになれながら一緒に稽古していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。で、最初はウォーミングアップで、いきなり線じゃなくてくるくる回転だったりとかですね、これをこの用紙の上に直接書いてもらおうかな。で、そうですね、見てで見ると分かるんですけど、全部同じ太さではなくて、ちょっと太いところがあったり細いところがあったりするので、それを意識して同じようにまずは真似して書いてもらおうかな。は出てるね、いい感じだね。難しいですね。難しいわ。あ、でもこれすごい書きやすい。先生、はい、木村くんさんの逆ぐるぐるが、うん、逆ぐるぐるちょっと難しい。どんどん繋いでいくんですか。あ、これ。あ、難しそう。ね、逆ぐるぐる難しい。難しいぐるぐるね。こう来て、こう、ここまでくらいで細くなる、太くなる、細くなる、太くなる、細くなる、太くなる、こんな感じ。綺麗。そんな厳密にウォーミングアップだからね。ウォーミングアップがなかなか難しい。ね。頑張れ。そう、でも太く、そう、太くなったり細くなったりって意識。あ、いい感じです。上下動できてきた。そう、で、いい。よし、いい感じ、いい感じ。よし。いいでしょう。お、いいですね。インクがね、インクが、でもかけてる、かけてる。大丈夫。それ、インクっていつ交換入ってそうだもんな。昨日交換したんだけど、今朝というか。はい。それで多分ここ乾いてる、うん、それがねちょっと落ち着いたら出てくると思う。よし、あ、やった、コツつかめてきた。まっすぐになりましたね。シワさんは問題なさそうだね。ちょっとスピードも必要だったり、ここのね、どこ見たらいいかな。ここが太くて、この斜め下に来る間にちょっと細くなる感じ、グッと圧かけて持ち上げてって感じですかな。そうす、ああ、そこで細くなる、うん、ちょっと、あ、ここが太くて、いや、皆さんどうでしょう。難しい、笑われますよね。難しい。脳いっぱい描く、うん、でもここが多分だんだん細く、私も細くならないでしょ、言っててならないんで、太さが できる、ここのね、こうさ、ここで一番太くて、ここ、こう細くなる感じ、また上がる、こう、ここが太い、ここに行く間に細くなるか、こんな感じ。それができなくて、はい、こんな感じ。この縦線もなんか微妙にこっち曲がったり、こっち曲がったりとか、ね、それ私もそうです。でもここでしっかり力入れてから、しっかり、はい、私も曲がったでしょ、こっち、